いや。はい、本日も始まりました、クルー TV! イエーイ！ということでですね、始まりました。まあ、もうさっきも言いましたけど、まあ、大ゲストですよね、もう本当にね。いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いいたします。はい。まあ、でも、クルー TV 自体は、もう、ゆるい感じでいくので、皆さん、顔変わりなく、皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。ということで自己紹介をねしていきましょう。本日 MC やらせていただいております、普段俳優やってます森田といいます。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、常連だね。はい、はい、今日のお昼はハヤシライスを食べたんですけど、ハヤシライスで物足りなくてたこ焼きも食べてからジムに行きました。食いしん坊グラドルの釘町みやびです。よろしくお願いします。続きまして、じゃあこちらからですね、一人ずつ紹介していきましょう。はい、こちらですね。はい、最新情報も番組内で紹介させていただきますので、お見逃しなく。はい、せーの、間違いない。よろしくお願いします。はいね、やってしまいました。やりたくて、なんか本人の前で一緒に一回やってみたい量なんですか。そありますよね。ということで、マーベラス4って、あと1人、
いるんですけども、はいはい、私が私の嫁のヘレンっていう。ああ、なるほど、なるほど。ただ、今日ね、普通に配信してると思う、はい、彼女、日本語全然ダメなんで。ああ、なるほど、なるほど。そういうことなんですね。来てもまともに喋れないっていう。ああ、なるほど。ってことは、ちょっと待ってくださいね。ちょっと低かったんで、一個だけ質問していいですか。奥さんとの会話って、はい、英語です。おお、すげえ、だってね、永井さん、英語の先生ですから、はい、そうですね、先生ですもんね。それはしてたんですけど、家の中でも英語って俺マジびっくりしました。すごいっすね。これでいいの？はい、まあそうですね。特にね、ピロートークでの中で、ピロートークの中で上げてきてっていうのは正直ありますね。そうですね、なるほど、そうなんですね。なるほど。ピロートークはいつですか？一応、ごめんなさい、ちょっと、ただ注意事項を言っておきますね。ゴールデンタイムで、ね、生放送なんです。そこだけで気をつけてください、いただければって感じですね。はい、そうです、枕ですね。枕ですね、はい。はいね。ね、話を聞いたんです。小平さんのこの間のバースデーのやつで、なんか30分間下ネタを話したっていうのを聞いたので、それはやめましょうかっていう話をね、聞いたんです。ちょっとね。あ、家って言えば、男のたまの話をずっとしてた。女性が多いのでね、やめましょう。決まったまですよね。決まったまですよね。しますね、はいね。あれ、ピン入れるねからもうヒヤヒヤする。大丈夫ですか？はい、ね、ピンの電話、にょひょさんだって来てますね。はい、今回社長はあまりよろかい。いや、そんなことないですよね。違うんですよ。この人はね、今日は人が多いので入らないんですけど、ファッションコーナーの時に入ってくるんですよ。で、若い女の子に囲まれたら、すごいやらしい顔をして、キャバクラみたいになるんです。それは、それこそ間違いないです。なんとなく聞こえたと思いますけど、割とこの雑な間違いないの使い方ね。確かにカラカラに聞きます、これ。そうですね、はい、ね、もう本当にね、女の子連れて帰ろうとしちゃうんですから。そうって言わないと、もう昭和世代はそういうね、アルトハラスメントですから。そうですよね。あ、だから秀和さん、本物って言ってますよ。本物ですよ。いや、ね、本当にね、はい、もう一回じゃあ、まあ、綺麗ね、本物なのね、よろしくお願いいたします。はい、永井さん、デコアイズはデビタ大丈夫か。僕、最近デビタって言われてるんです。デビタ？モニタなんですけど、デビタって言われてる。なぜかっていうと、やるんですか？やらないよ、やらない、やらない。やってほしい。やらないよ、やらないって。違う違う、俺ね、昨日 V ステで疲れてんの。マジで違う違う、でも今日違うの、違うの、違うの、楽しい、楽しいコーナーなんですけど、企画があってコーナーはあるんですけど、あのね、今日はちょっとね、せっかくランスイさんいらっしゃってるんで、ちょっとね、占いの方をね、したいなと思って、そっちの方がね、絶対みんな、ね、喜んでくれるかなと思って、はい、まあ、単純に説明すると、簡単に説明すると、女の子に恥ずかしいセリフを言わせて、男たちで喜ぼうのコーナーですね。はい、そうです。まあ、今日はたくさんいらっしゃる。そうね。やれるかなと思ったんですけど、まあ、俺は占いが聞きたい。はい、ね、はい、そうですね。はい、ね、そんな感じですね。まあ、それは女性だけじゃなくて男性もやらされるんですけど、恥ずかしいですよね。あ、そういう。はい、はい、はい。ね、なんかどうですか。まあ、じゃあ、そういう、なんかそういうのにハマってる人がやっぱり見てるっていう。そうです、そうです。ケムラバカみたいな。やめましょう。毒がすごいですね。毒がすごいです。反動直入いただけ。怖え、怖え。わかりました、そういうのがいるの。はい、ね、間違いない来てますね。森田さん、間違いない来てますね。永井さんのファンですって来てますね。永井さんって来てますね。マーベラスって来てますね。あと、ね、ね、ランスイさんとかいろいろいるので。そうですね、はい、ね、本当に。気遣いたまに入れてください。あ、気遣わなきゃいけないですね。なるほど。そういうのは、ビューアーもたまに気遣った方がね、いいわけです。まあ、ごもっともですけど。はい、あ、中井さん、パッチューイって来てますよ。ありがとうございます。今日はね、ランスイさんいるって来てる。ね、来てますね。はい、ね、そう、そういう関係性があるんでしょ。何かしらの関係性があるんでしょ。ならない関係があるんでしょ。はい、ね。あ、そう、こんばんは。もしかしてビッグと電話の方、すげーって来てますよ。はい、ね。ね、はい、ね、ちょっと足も出してますけどね。胸が恥ずかしいですか。そうですね。いや、な
だでもだってピンクの電話さんがこういうところに、まあ私もかもしれないけど、あんまりフォッと出ないそうですね、はい、だからさっきからね、すげーっていうコメントがいっぱい来てるんですよ。あのね、すげーばっかりですよ。あのね、言っときますよ。あのね、あのこれ言わないとあの社長に怒られちゃうんで言っちゃいますけど、あのクルーズ TV 意外とすごいんですよはい、よろしくお願いします。はい、これ言わないとね、怒られちゃうんだよねはい、よろしくお願いします。中井さん期待してますって言いますね。はい、下ネタ話が入りたかったなっていう、アシスタントしてる人ですね、よくね。はいね、好きなんですか。そう、好きなんですね。長い時はもう好きだから。気づいたら1日やってたみたいな日1日やってたってなって、いやいや、1日半食してたみたいな。もうね、絶対そっちに行こうとするから怖いんだよ。早いっすね、マジで。はい、はい、ね、本当に本当はね、フリートークをしたいんですけど、コメントを読み終わらないっていうね感じになってるんですけどね。今日、今日無理だよ、これ読みないね、ちょいちょいね、ごめんなさい、全然ね、言えなかった人、本当に申し訳ないですね。コメントせっかく入れてくれてるのね、はい、よろしくお願いします。そこはね、俺気になったの言うからちょっとね、判断で、社長判断で、ね、そうですね、社長判断で、ね、例えば、森田さんは本当は下ネタ大好物です。下ネタ大好物なんですけど、本当はちょっとね、あのメンバーを見る限りとそのゴールデンタイムだしっていうので、ね、ちょっとね、あの抑えてる部分はあります。確かにね、ね、ね、セクハラ MC だもんね。そうっすよ、セクハラ MC とも言われてるけどいや、なんかいろいろ言われてるんですよ。だからどんだけ俺がそのここで身を削ってるかっていうのが分かると思うんですけどはいね、はい、そんな感じですね。ちょっとせっかくね、あのゲストから来ていただいて、コメントだけじゃなくてね、紹介していこうと思いますね。と、マーラソーさんは今度デビューなんですか。そうなんです、もうキンキンなんですけども、はい、27ですよね。だからもうあさってデビューはい、よろしくお願いします。あのね、あとで告知でね、あの生歌で大丈夫ですか。生歌でいい、生歌で歌いますか。生歌で歌ってもらおうかなと思うのでね、はい、皆さん楽しみにしておいていただければと思います、はい、赤坂のクラブ天竺です。そうですね、はい、でやる感じですよね。昼間にやります。あ、なるほど。はい、告知コーナーでね、また詳しくね、はい、やるんで、よろしくお願いいたします、ね。今度もやるんですよ、そのライブ。今度も。ちょっと気の弱そうな放送作家さんにネタを書かして、気の弱そうだね。そうそう。あとの格安の値段で、やらせてます。全面強すぎる今日。そうですね。やばいですね。あの小屋さんがね、もういないじゃないですか。声出してくださいね。やばいですか。ね、はい。なんとなくあれ映り込んだね。そう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 。今引っ張ったね。引っ張ってないですよ。大丈夫です。はい。で、ラウスさん2回目ですけど、まだ緊張してます。大丈夫ですか。本当ですか。そう、あの前ね、僕占いしてもらって、そう、出会いの多い年っていうのは言われたんですね。はい。ね、ありがたいことに V シネ撮ってきましたよ、昨日。はい。ブラックアップしてきました、昨日ね。ルレバって大変だねって本当に思った本当に大変だ。ルやったんすか。そうっす。どんな役なんですか。僕は、まあ言っちゃっていいのかな、その多少だったら言っていいと思うけど、まあそんな似てねえかな。あの刑事役です。刑事役。一応主役の女性2人がそのマトリなんですよ。前役の一番役みたいな人で、僕はその警視庁の、あれだ、組対、あの組織対策本部の人で一緒に捜査するっていう
はい、役ですね。で、はい、最後死ぬとかじゃなくて。それは言わないですね。それはあのね、あのいろんなとこが怒られちゃうんで。それは言わないです。死ぬ。間違いない。でも濡れ場とかあるんですよ、シャワーシーンとか。濡れ場はありますよ。あるわ。濡れ場はありますよ。はい、ね。結構いい役なのね。結構いい役で。はい、ね。俺のマグナムみたいな。ただでも、本当にちょっとエロスが入ってる。入ってる。僕は、そんなに激しくないですけど、もう一人の男のキャストの人はもうバリバリ前張りでやってましたから。バリバリやってましたから。そうなんで見るんですか、そばで。いや、僕は見なかったですね。そう、あのね、とにかく、だからそのごめんね、女性の方いるから、申し訳ないですけど、あの俺はだから反応しないように必死だったから、本当にそれは本当に見てて、そう、なんか念仏か唱えて、そう、あのね、あの今まで生きてきた中の悲しいこと全部思い出したから、もうとにかく抑えてましたよ、マジで。そうですよ。はい。で、あのほらスタンバイの時ってあるじゃないですか。はい、本番に行く前、リハとかやる。そうリハとかやるんです。裸の子裸です。なのでもうやばいから、はい、僕はずっと天井を見てましたよ。目が合わないから。はい。やっぱりまあいざ自分でやるより人の見る方が興奮するっていうからね。マジでね、本当に必死でした。必死で。下に血が行かないようにやった。もしあのなんかセンサーみたいなのがあったら血がここら辺にガーッと当たる。なってくるから、もうならないように、もう頭に血を伸ばらせるように、もうずっとこっちに力入れます。そうですね、もうこすっちゃったりして、ガーッと、ね、もう本当に、はい、よくやるなと思います。僕のその濡れはそんなにあれじゃないんですよ。そんなに違うぞ。違う、あのね、あの深いところまで行くからびっくりしない、びっくりしますから、やめてください。違うです、僕の手がソフトなんですよ、僕の方は。手でやる、ちょっとくらい。触ってないですから。触ってないけど。いや、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけど。なんていうタイトルは。タイトルは、ダブルエクスタシーって言います。ダブルエクスタシー。はい、もう、まあ、そんな感じだったんですね。ダブルエクスタシー。同時に行くのが一番いいよね。やめなさいよ。あの、ごめんなさい、あの、長いこと、ね、そういうテーマでしょ。男だけ先に行くんだし。でも、男と女が同時だとなんかね、よかった。あの人いますよね、女子でね。あのね、一応あれ、そういうステーションも話。まあまあ、そうですけど、一応グラビアアイドルやってますけど、まだね、嫁入り前の娘さんなので。もう大丈夫だよ。
もうだって。あ、そうですね。あの一応あ、本当だ。ダブルエキスタシーの一応その予約サイトもあるので。はい。すごい。ラレットもう。はい。V なんかあの見える人あるんですけど、女の人2人が同時に行くっていうやつだよね。いやまあ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 。直訳するまで。男と女だと思った。女同士の。違う違う違う。お尻がすごい。ダブルエキスタシーで検索してもらうと。そうそう出てきますのでね。あ、はい。多分もう卑猥なものばっかり出てきます。検索で。あ、そうですね。他のところ。系ばっかり。そうですね。ちゃんと V シネって入れた方がいいかもしれないです。V シネはダブルエキスタシーって入れれば。市川まさみさんでいいですか。そうですね。市川まさみさんですね。はい。ね、あの主役の女の子なんですけど、M の女優さんをやる。あ、そうですか。はい。はい。その人との絡みでしたね。もうちょっとしたら X ビデオで見れると思います。はいね、で本当に、ね、1月の8日発売なので皆さんね、あのぜひぜひ買っていただければと思いますね。はい、そうです。はい、来年の1月の8日。お母さんにも見てもらいたいですか？そうなんだね。それはちょっと嫌かもしれないですね。それちょっと嫌ですね。喜ぶでしょう。いや、まあ、でも喜ぶとは思いますけど。そうですね。まあまあ、ちょっといやらしいこと言うと、番手で言うと4番手くらいです。4番手くらい。はい、でもまあ、お母さんね、だってそのエクサシがあってこうなったわけだからねえ、もう怖えよこの人。何でこうなったってか聞いてくださいよ。まあそうですね。じゃあもうただ、もう本当にただのもうおばあちゃんに作られてたる年なので。でも忘れてないよね。そんなことないです。おいくつですかお母さんは。僕64かな。これからだよ。コメント欄すごい自動的。そうそうそうですね。コメントがね、読めるものがどんだけっていうね、すみませんね。はい、すごい、あさっきのマグナムの話で、森田さんのマグナムがそんなんばっかで、大丈夫ミヤちゃん、それ言ってそこで森田さんは脱いでますか？あ、脱いでますよ。脱いでますからね。脱いだ。脱いでますね。でも、前回するほどじゃなかったっていう。僕は前回はしなかったですね。ブラジルアマスターだし。なんでも、もうすごいな。はい、ということですね、そろそろですね、闇ショッピングライブの方がですね、始まるお時間が近寄ってまいったんですけど、なんだそれの、その日本語。すいません、近寄ってきたんですけども、はい、皆さん、ファッションとかは好きですか？好きですね。でしょうね。はい。ちなみに、どんな服着られてたりとかする？山崎さん、こんな感じですか？私、基本的にファッションに関しては、無頓着。そうなんですか？無頓着ですから。無頓着。全然着ない。でも、かっこいいから。ねえ。破れてたのを買って買いました。H&V って M ですね。 H&V は違いますね。 H&V は違う。それ言うと本当に怒られちゃうからやめましょう。本当にそういう方いらっしゃるから。本当にそれぐらい私ファッションに疎いんで。ああ、なるほどなるほど。間違いない。 H&M でなんか4500円ぐらいで買ったやつ。ああ、なるほどね。切れ味がすごい。もうね、あのね、本当にね、もうめっちゃ研いだ後の2本刀ぐらい切れてるから。本当にね、本当にね。長嶋ファッションではファッションヘルスですよね。あのね、違う違う。ファッションリーダーとか言われますよ。ちょっと待って、ファッションヘルスリーダーって言われたことある。もう諦めてお前出ていいよ。僕ね、思ったんですよ。思ったんですよ。あのね、枝分かれしてるから、それでそのエッチな方に行こうとするから、ちょいちょいこうやって俺戻すんですけど、それをまたあのパスを出してくるから、すごいやり、なんだろうな、この子。結構チームワークがいいんですよ。そうだね、ほんとにね、びっくりする、本当に。はい、ということでですね。なんか風俗でも間違いしてみたいな。ほんとに、ほんとに、ダメっすよ、マジで。ほんとに、あの、ちょっとゴールデンタイムですよ。ね。大体男の人との間違いして、誰も何も喋らない。何も喋らずに、なんかセクの本とか読んで、次ですって言うと、おぉ、これがね、あの男の人。いいよ、そういうリアルなやつ。マジか。でもね、あの、なんかハワイとかの風俗とかだったら、もう、次ですって言われたら、イエーイとか。来年はもう、大喜びになってるので、もう日本とアメリカ全然違う。まあ、してないです。ずっと間違いないです。間違いないです。します。ごめんなさい。あのね、ごめんなさい、視聴者の皆さん、今日僕お出上げです。
無理です。まあどうでもいいな。最後のものを歌にしたのがマーベラスそうですから。そんなことないです。それ逆に大丈夫ですか、そんなこと言っちゃって。マジかってなりますよ。間違いすみたいな。はい。じゃあ、あと最後一つ言うやつ、声から喋ってください。まして。全然喋らないから。そう、本当に思ってるだけです。もう、森田君がいじられてて。もう本当に、マジでね。永井さん、最高っていう。ああ、ね、切れ味半端ねえから、マジで。あのね、ちゃんと鞘に一回収めてください。よろしくお願いしますね。はい、ということですね。ファッションの話はもういいんだよ。あ、そうそう。でも、あの、始まっちゃうんで。はい、やっちゃいますね。はい、やっちゃいますね。はい、ということですね。はい、大丈夫ですか？はい。お願いします。はい、ですね。まだ30秒あるよ。はい、わかりました。すみません。これ何上がってんだよ。もうちょっとじゃあね、なんかあのファッションの話しましょうか。ファッションね。はい、今日のでもこれももう合わせてきたんですよね。そうですね。そうなんですよ。ちょっと待ってください。これで歩いてるんですか？いや、今日は、ね、合わせてきたんですよねって言うから、そう、みんなこれを個人でやってるのかなって思っちゃいました。そうですよね。そうですよね。そうですよね。これ海外のサイトの、あのネットで買いました。そうなんですね。そういうのは言っていいんですか？大丈夫ですか？大丈夫です。これね、あのプロデューサーさんがそう言ってるので大丈夫なんですか？だってね、プロデューサーが、あの衣装1人5000円なら出せますけど、あとはリアル、リアル、リアルだな。はい、ということですね。はい、始めましょう。はい、はい、ということでですね、ここからはですね、ヤフショッピングライブの方もですね、合流となります。ここからはですね、ファッションの方を紹介していこうと、こちらの商品の方を紹介していこうと思いますね。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、ヤフショッピングの皆様に向けてですね、あの初めての方もいらっしゃるので、自己紹介の方をしていこうと思います。はい、本日ですね、MC やらせていただいております。普段はいやってます。昨日 VC に乗ってきたよ、森田剛洋と言います。よろしくお願いいたします。この秋 V シネがエディームーンさんで、まだ言えないんですけど、V シネが配信されます。はい、福島グラドルの釘持宮美です。よろしくお願いします。はい、続きまして、あ、じゃあマーベラス4さんから行きましょうか。大作とマーベラス4のピンクの電話の清水康子です。映画シネマに出たいです。出たいんだ。濡れ場も OK だと。プロデューサーさんが言ったら大丈夫なんですよね、多分ね。じゃあ続きまして、はい、マーベルストーンの秋吉ひろみです。はい、ジャズとか、ボサノバ、チャンソンも勉強中で、はい、いろんなジャンルを歌ってます。すごい。あ、なるほど。なんで、あと元グラビアアイドルさんですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。ご存知の方いらっしゃるでしょうか？いるよ。私、30年ほど前に活躍しました。ホラーガイを吹いて、ああ、ヒゲが。それは黒木香織でしょ。間違えた。ごめん、俺分からなかったんで、ありがとうございます。ごめん、俺分かった。ごめんなさい、僕、あれなんですよ。まだ30半ばなので、そこ知らなかったです。申し訳なかったです。じゃあ、30年からもう一回いきます。30年ほど前に、ちょっとあの俺たち表現族なので、小活躍させていただきました。おキャンピーというお笑いユニットやっておりました。マーベラス4のメンバー、中野真理子、ドエー。はい、よろしくお願いします。めっちゃまた仕上げてます。大丈夫ですか？はい、最高です。これは大丈夫なんですか？ごめんなさい。はい、よろしくお願いいたします。
ど、あのね、コメントを入れてたはずのね、アシスタントをやってくれてるアヤノが来てるんですよ。マジびっくりしたんですよ。今マジかよって思ったんですけどね。はい、ね、よろしくお願いしますね。はい、はい、どうですね、ピアちゃん、よろしく。はい、ここからはヤフーショッピングライブのクルーズ TV の放送も合流です。ここでクルーズ TV って何という方に紹介です。はい、毎週木曜と日曜日の週2回、19時から90分間、アベマフレッシュで生放送している番組です。はい、クルーズ TV は、東京にある世田谷ショップクルーズ内にあるクルーズ世田谷スタジオより生放送でお届けしています。観覧もできますので、観覧ご希望の方はぜひお越しください。はい、スタジオのあるこの場所、世田谷ショップ、ここですね、セレクトショップクルーズは、ヤフーショッピング内にお店を出店していて、海外ブランドを中心に150ブランド、5000商品を取り扱っています。ぜひ、ショップページもご覧ください。はい、では、ここからファッションコーナーなんですけど、僕忘れてないですけど、大丈夫ですよ。あのね、大取りで紹介をしてしたかったので、ね、はい、忘れてないですからね。はい、はい、じゃあね、今日ね、もう大ゲストですね。はい、はい、よろしくお願いしますね。はい、じゃあ、自己紹介の方お願いします。はい、吉田ひとみでございます。もう怖え、この人マジで。東長野の方でちょっと、ありましたよ。ドライブレコーダーに残ってやめなさい。あやめときましょうね。はい、いろんなとこ怒られちゃうからね。はい、間違いない長い日です。はい、よろしくお願いします。させていただいております。皆さんね、あの、楽しんでいただければと思います。ということでですね、さあね、もういこっか、ちょっと商品の紹介をしましょう。はい、はい、1品目は、はい、まずではね、1品目、トム・ブラウンのサングラス、税込み77,280円。これですね。はい、はい、かっこいい。これですね。はい、はい、まずではトム・ブラウン、トム・ブラウンの紹介させていただきます。テーラードはユニフォームであるという哲学を持つニューヨークのブランド、アメリカントラッドにこだわり、モダンにかつ遊び心のあるウェアを提案しています。アメリカの黄金時代と言われる1950年代後半から1960年代前半時期のファッションスタイルにインスピレーションを受けたコレクションが特徴です。落ち着いたレンズカラーと12系コーティングされたフレームで、上品さとおしゃれ感を兼ね揃えたアイテムです。はい、どうございます。ということでですね、トム・ブラウンですね、これね、ものすごい料金なんですけど、後でまあ言います。これね、僕かけてもいいですけど、ちょっと長井さんかけてみます。はい、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 プロデューサーから出ましたよ。このままつけたまま持ってちゃいます。ボキビキ方法じゃない。そうですね。はい、これがですね、まあ、トム・ブラウンなんで、多分知る人の知るだと思うんですけど、まあ、サングラスの中では結構有名なブランドでですね、はい、結構ね、通な人とかはつけてるブランドですね、トム・ブラウンね。本当にかけるだけですごくかっこいいし、まあ、単純にあのシンプルな服とかのコーディネートをしてるときに、そうですね、こちらの方にちょっと、はい、はい、シンプルなね、コーディネートをしてるときとかに、こういうのをね、つけることで、やっぱり、ワンポイントとして、なんだろうな、濃い、もう本当に。あとですね、こちらですね、これね、はい、かっこいいですよ。かっこいい。はい、ね。はい、ね。はい。はい、女性でも全然つけれるので。はい、じゃあ全然かけていただきます。はい。セレブが女性。かっこいいですよ。はいね。これ本当にね、かっこいいと思います。ハワイに土地持ってそうな。そうですね。まあ、すごく簡単に言えば、すごいシンプルな服に、まあ、ワンポイントとしてつけるのもいいですし、本当にトム・ブラウンつけてるっていう感じで、はい、本当にいいと思いますね。どんな装飾にも合いますね。そうですね。はい。すごくね、似合うようなものに。本屋さんはね、似合わないと思う。多分ね、中国人だと。中国マフィアですね。すごい、かっこいい。インドネシアのバナナ農園に。ね、バナナ農園。金のコーティングが、はい、ちょっとね、すごいいいですね。そうですね。はい。なので、まあ、一つワンポイントとしてね、こういうの一個持っときもね、いいかなと思います。はい。私はちょっとこの衣装にはどうですか。セレブなの。超セレブなの。今は無視構えてた。なので、マリちゃんがまた似合うんですよ。マリちゃんね。
なんかでっかい帽子の演奏ですね。はい、まあそれで、ね、お美しいってコメントが来てますね。はい、はい、ありがとうございます。なべさんが来たのがすごく、そうですね、今日顔を受けて全員持って帰れるってことでよろしくそれは無理ですね。ごめんなさい、あのね、なぜ無理かっていうと、ごめんなさいね、お値段をよろしくお願いします。さっきちらっとね、言ってあげましたけど、はい、税込み71,280円。そうです、はい、結構なりますので、持って帰られると赤字になっちゃうんですね。そこは申し訳ないですね。はい、よろしく。これは一生ものですか？そうですね、本当に一生もので、あの、全然つけてられるものなので、ぜひぜひこういうものをね、一個持ってればね、いいかなっていうのはありますので、よろしく。ね、はい、よろしくお願いいたします。まあ、ステータスとしていきます。ちょっと清水さんのショッピング系のリアクションもうますぎるのでそれを告げましたこの人、まあ、別に電話しちゃいますよね。その商品の売り上げも入りますからね。そうそう、実はここで契約してるじゃないですか。商品紹介しきれなかったので、次の商品いきましょうね。はい、はい、はい、次はサンダストロサンゼルスデザインバッグ。これは、まあ、ね、高そうだわこれ。でもちょっと聞いてください。私台本を読んでなくて、はい、漢字が読めません。なんだよ、卓越した。そこから読めよ。はい、はい、読みます。はい、卓越した技術と知識を持ち、独自の手作業の 手法で手法です。大丈夫か、大丈夫か、海外で手法で帰国子女ね、英語じゃないとちょっとすみません。手法で職人により 作り上げられています。アメリカのアメリカの高級百貨店バニーズニューヨークやバニーズさんね、バニーズいや、有名セレクトショップフレッドシーガール、シーガール、フレッドシーガールなどでも取り扱われており、今後大注目のアドレス。はい、本国アメリカでは大人気俳優オーランド・ブルームさん、あー好きなんです、私かっこいいですよね。はい、オーランド・ブルームさんにもプライベートで愛用されるなど常に注目を浴びています。丈夫な頑丈な作りで手入れすれば味も出て常長く使えます。はい、ってことですね。サンダストですね、それとはデザインが違うんですけど、違う、そのサンダストで言えば、そのこの間 BG か何かで多分木村拓哉さんが持ったのかな、はい、一応そのサンダストのカバンであるんで、そういうものなので、あのね、持っていただければね、写真最初、前の方へ出ていただいてね、はい、持っていただければ分かるんですけども、結構ね、あの、しっかりしててちゃんと下顔が出てきてるので、はいね、はいね、これ遊びが過ぎますね、大丈夫ですか。はい、まあ、そういった感じでね、あの、テレビの方々にもね、すごい、あの、取り上げてね、はい、はい、ちょっと待ってすぎ、でも欲しいね、かっこいいですね。これね、男性でも女性でも立ち上がるもんってことですね。 A ライフ、大きさいいですね。 A ライフですかね。 A ライフ、はい、で、ドラマで、ドラマで、そうですね、はい、そちらで木村拓哉さんも持ってたりとかするものなので、ね、一応ね、あの、内容量としても結構ね、あの、いろいろ入るので、こういったね、ポケットとかもちゃんとあってね、あの、入るのでね、ぜひぜひね、こういうのね、1個持っておけば、あの、長持ちすると思いますのでね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、一生もんだと思います。じゃあもう一回だけ聞いておこうかな、あの、胸なのよろしいですか。はい、値段税込み95,650円。はい、結構なのでお願いします。やっぱりね、サンダスト、はい、よかったです。牛ですね、はい、牛ですね、はい、イタリアンのレーザーです。そうですね、イタリアンレーザーですね、はい、はい、ね、これ本当に、あの、ね、本当に長持ちするものだったりとかするので、ただ色もいいですね、見当たり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 。そうだね、ちょっと薄いのとあったのは、一応ね、はい、シャルダーね、そうですね、はい、本当にそれこそね、あの、普通のシンプルな服でも、このサンダスとさっきの、うん、ね、あの、クンブラをつけとけば、多分めちゃめちゃサッパリと思うからね、セクシーですからね、気をつけてくださいね、はい、いや、ほらほら、一文出てきちゃう、はい
ど、まあ、それこそカバンとかだったら、その女性用のブランド物だったりとかするとバーキンとかだったりとかするともっともっと高いので、それに比べればまあお安く見れるのかなって。セレクトショップだとやっぱりあのどんどん色が変わってくるから変わってくるし、そうかっこいいと思います。はい、これね、もしよかったらですね、もうそろそろですね、なるほどね、もうそろそろ年末のね、クリスマスプレゼントも、そう、クリスマスプレゼントもいいですね。はい、あとほら、冬のボーナスが入る時期なので、はい、ぜひぜひね、こういうのね、あの一本持ってればね、いいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますね。サンダースのカバンですね。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ次行こうかな。はい、続きまして、ヌーディーレズのデニムジャケットです。こちらですね。あ、着てた。はい、着てた。はい、着てたと思ってた。はい、着てたと思ってたの。あ、ブランドリリース当初、世界でさせられてた感じあった。あ、それ言う？それ言います？はい、そうそうそう、ですね、世界で紹介をさせてあげてください。はい、お願いします。はい、世界で最も綺麗なシルエットと注目を浴びたブランドです。その人気を衰えることなく、今もなお人気爆発中です。そうですね、イタリア製のしっかりとした、そうなんだ、いいよ、しっかりとした製法のデニムが有名なブランドです。今日はイタリア牛、牛じゃないですね。はい、だんだんお腹空いてきちゃって食べてもらって、はい、この後ぜひ肉に行ってくださいね。今日はそんな、はい、そんな人気デニムブランドからデザインとシルエットにこだわったデニムジャケットを紹介させていただきます。はい、こだわりのボッシュ加工と綺麗なシルエットが特徴的で、 V シネマの撮影を終えたばかりの武宏森さん、誰が描いたんですかこれ。、はい、とてもよく似合っています。はい、よろしくお願いしますね。こちらですね、なんか後ろになんかこうね、はい、あの模様があって、これあのこれがヌーディーの、ああ、そうなんですよ。これが一応分かればね、そうですよね、ヌーディーってね、これ分かる人には分かるので、宇宙人にみんなすかの地上絵みたいな感じ、書いてもらったんですよね、宇宙人ですよね、宇宙人に書いてもらったんですね。はい、お手上げして、お手上げです。よし、お願いします。はい、これね、はい、これはまあ、あのヌーディーズ、うちはよくジーンズの方をよく紹介するんですけど、今回はデニジャケですね。まあシンプルイズベストですね、いわゆる。だからそのそう、なんだろう、誰も聞いてくれない。よろしくお願いします。はい、あの一応ですね、これあのシンプルイズベストで、まあステッチとかはね、ヌーディーっぽいこの黄色い感じのステッチがね、あのこれね、あのこれだったりとかするんですけど、はい、いろんなところにね、そのヌーディーっぽいところは出るんですけど、まあヌーディー自体がシンプルなものだったりとかするので、そういうものをこうね、誰も聞いてくれない。はい、だからね、はい、あのしかもね、しかも今救急車だからね。これね、これね、本当にいいと思いますので、本当になんか合わせ、シンプルイズベストなんで、何でも合わせやすいとは思います。普通にジーパンで合わせるのもいいですし、こういうコットンパンツに合わせるのもいいですし、それこそカラーパンツを下に履いたりとかね、よく僕、ここでも紹介してるんですけど、TNM っていうあのジーンズがあるんですけど、TN ジーンズとかにその17色うちも取り扱ってるので、それとかと合わせてもらったりとかするとかっこいいかなっていう感じですね。あとそのままもね、始まってきちゃうんですから。そういうのもね、行けますよね。行けます、もう行けます、もう、はい、大丈夫です。はい、そうなんですよ。あ、はい、これがね、ちょっとね、これね、これわざとやってやるんですよ。これボッシュ加工してあって、ね、これ、ね、こういう感じで、なんか糸が細いように思うんですよ。そうなんですよ。すごく丁寧にね、あの作られているものだったりとかするので、はい、よろしくお願いいたしますね。もしよかったらね、これね、はい、工場の中でね、はい、お値段の方聞いていいですか。はい、お願いします。お値段はですね、税込み23,700円。お手頃ですね。はい、ヌーディージェンズにしてはお手頃なのでね、ぜひぜひ。今ね、みんなね、顎が外れちゃったからね。もう一回外れちゃったからね。もう、顎外れちゃったからね。さあ、次の商品に行きたいと、告知コーナーがね、なくなるよ。はい、次の商品行きましょう。アメリカの付き替えのなんか、役者みたいになってます。はい、ね、こちらです。続きまして、ロビンジーンズですね。はい。ね、メンズのデニムになります。はい、今度下ね。はい、アメリカを代表するプレミアムデニムジーンズです。ビバリーヒルズ、ニューヨークに規範店。規範店を構え、カットになっちゃってね。病気。病気。カナダの国の高
ています。おー、すごい。現在、海外でも多数の有名というアーティストが特許をしている注目ブランドです。はい、めちゃくちゃやもんね。清水さん、これを、あ、なんだこれ、これが政府の方々、このロビーに来ている人たちですね。どこに、あ、前に、前の方に来ていただいて、これ見せていただいて、多分ね、これすごい。そう、本当にね、もう本当にね、もう大丈夫かな、紹介はね。あ、いいと、まだあります。はい、どうぞ。はい、1着ずつがロサンゼルスの自社工場でのハンドミド、着心地、ここにもこだわった特別なジーンズです。アメリカではそうですね、本当に手間暇かかって、はい、愛情たっぷりです。はい、はい、すごいですね。こんなにすごい人たちが皆さん入ってらっしゃるんですね。ちなみにどんな方ですか、清水さん。え、ちなみに、あ、どれ、すごいよ、見たことある人ばっかり。それこそ、ここには載ってないですけど、デイビッド・ベックマンさんとか、その本当にセレブのって言われてる人たちが好むその、ね、ロビン・ジーンですね。はい、これを見れば、はい、あ、分かりますね。はい、これも分かるんだって、履いてたら。そうですね、分かります。分かる人には分かりますね。そうですね、はい、これが、まだある、大丈夫、まだあるよね。はい、アメリカでは有名アーティストによる ロビン・ジーンズを取り上げた楽曲なども多数発表されています。ロビン・ジーンズでデニムを買い着用することがステータスにもなっています。ね、はい、そのくらいのものですね。一応、まあ、ロビンの、まあ、ロゴとしてですね、こちらのこの羽のマーク、これを見れば多分大体みんなそのGパンとか好きな人とかは、あ、ロビンだっていう風になるようなものですね。そしてうちの、まあ、代名詞ですね、ロビン・ジーン、ダーティ・ハリウッドって言ったらうちの、まあ、代名詞で売ってるものだったりとかするんですけど、本当にもうなんていうんですかね、すごいいいものなので、それこそこれも一生もんですね。いやー、はい、本当に、お値段聞くの怖い。はい、じゃあお値段の方ね、はい、すごい仕事してますから。はい、思いますね。すいません、今のね、もう全然小屋さん映ってませんから。じゃあお値段の方、はい、いや、お値段がですね、はい、なんと、なんと、なんと、税込み46,400円。そうですね、はい、まあでも、その今日一緒のだったらこれで、ついてるし、後ろに。そうですね、こういうのね。でそれこそね、この間のファッションショーやったんですけど、ファッションショーの時にも結構ロビンは出してますね。はい、これ女の子が履いてもいいんでしょ。はい、でもレディースがあるので、はい、レディースがあるので、はい、あとカップ、そうですね、はい、わかりました。はい、まあそういう感じですね、代名詞ですし、かっこいいので、ぜひぜひね、これね、買っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ロビンですね、はい、ロビンです、そうなんですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということですね、はい、ということですね、全商品紹介したんですけども、ごめんなさいね、ちょっとお時間の方が押してしまっているので、はい、で盛り上がりすぎましたね、ちょっとね、はい、盛り上がりすぎましたね。ということでね、告知コーナーの方行こうと思います。お願いします。はい、ということでですね、じゃあ誰からいくの、マーベラスポンサーからかな。はい、じゃあマーベラスポンサーちょっとじゃあ、はい、ね、こちらね、いいとこどこ、こちら持っていただいて、私もちょっとどきますね。はい、こちらを持っていただいて、はい、ね、はい、ここ持つと、ここ持つ、はい、で前の方出ていただいて、こちらでね、こっちの手前の方で、まあ、はい、立って告知していただければと思います。はい、じゃあ、はい、曲の方も流しますのでね、はい、はい、大丈夫ですか、はい、お、紹介の方をしてくださいね。はい、サンドイッチとかお願いします。はい、はい、はい、じゃあ、マーベルスの方のね、告知の方ね、はい、そうだね、はい、で、27日に、リリースなんですね。はい、天竺っていうクラブで、はい、発表会、走り発売ライブです。走り発売ライブでございます。はい、はい、ね、はい、で、はい、全国通販、販売もされているので、はい、皆さんぜひ買ってください。はい、マーベラスポンサーだね。はい、やろう。歌詞がまた面白いんですよ。面白いんですよね。女の子っておでことかね、見られるの恥ずかしいけど、恋してる美容師さんに、あなたにはおでこ見せちゃうわみたいな、ね、可愛い曲なので、はい、ぜひね、作詞を皆さんがそれぞれ、はい、そうだね、あー、なるほど、そうなんですね。ライブでは各々のソロ曲も歌いましたのでね。そうなんですよ、みんなそれぞれ作
握手してます。あ、そうなんですね。コントも広島というか、まあね、するみたいなのでね、皆さんね、ぜひチェックしていただいてね、この先、このマーベラスポーツをチェックしていただけると思いますので。下田景樹先生が、元気だったら、来る気がしてくださいます。はい、わかりました。はい、ということですね、マーベラスポーツなんですね。あと、後でね、また歌えるんだったら歌ってもらおうかと思います。クルーズ TV の方でですね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ続きまして、はい、小原さん行こうかな。はい、ね、はい、全然映ってない今夜です。よろしくお願いします。演歌歌謡曲を歌っております。11月8日ですね、日本司会協会さんの方で、出演させていただきます。15時20分ぐらいですねに僕の出演になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあランセさん、こんばんは。はい、2回目の出演です。占い師地球水明という占い師をしているランスイと申します。ピンクキャットさんというのが会社の名前ですね。ランスイで皆さん見てください。新宿でクラブやってます。水曜日だけなんですけども、そこで来ていただいたらちょっと占っちゃいます。はい、はい、よろしくお願いします。一つだけ言いますね。はい、高井さん、さっきのマーベラスフォーさんのやつで大丈夫ですか？中井さんからも一言ありました。あ、じゃあ、はい、はい、プロデューサーから。マーベラスフォーがね、27日に出しますので、で、それがちょうどアマゾンとかでも、同時に普通に買えますので、はい。で、あと、実はマーベラスフォーだけじゃなくて、高島平ミルフィーユとかね、マンモス楽器っていう、アーティストもいまして、マンモス楽器ってのは、デブのわーわー集まって、おしくらなんか揉み合ってる感じのね、成人病予備軍のね、ちょっと余命が短いと思うような、ね、人たちが集まってて、高島平ミルフィーユっていうのは一人こうね、セクシー女優、まあ英語女優ですね。でそういう子がいて、まあ、セクシーな感じでやりますので、ぜひ。でとにかくもうこちらのクラブ天竺の方に来ていただいて、その時の模様の写真を撮っていただいて、その写真を最寄りのね、区役所とか出張所に行くと、1万円税金が還付金来ますので、ね、嘘です。嘘ですよ。はい、なので信じないでくださいね。そういう形で、国からも補助金が出るっていう。はい、よろしくお願いします。じゃあ宮城さん行こうか。はい、ありがとうございます。はい、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。クイシンボーグラドの釘町みやびです。私もいろいろ告知があるんですが、よかったら全部ツイッターに載ってるので、鍵松みやびで検索してフォローしてください。あとはまだ続きがクルーズ TV で8時半まで放送されるので、よかったらクルーズ TV で。今日8時半で終わんない、きっと。終わんないですね。延長するかもらしいです。ぜひね、クルーズ TV でお会いしましょう。フレッシュから生放送してます。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、クルーズ TV こんな感じでですね、揺れくんでやってます。ごめんなさいね、皆さんね。わたわたしてるんですけどね。はい、クルーズ TV あるんでね、これ、ツイッターの方で、ね、フォローしていただければ、誰が出るのかとか、あとそういうのも出てきますので、ぜひぜひね、こちらの方をね、チェックしていただいて、フォローしていただければと思います。あとね、今日ね、結構いっぱいいろんな方が来てくださってるんですけども、観覧無料ですね。観覧無料なので、皆さん来ていただいたら、次の皆さんに会えたりとかもしますのでね、ぜひぜひ、来ていただいて、皆さんにやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。クルーズ TV ですね。よろしくお願いいたします。はい、あと、僕が森田武宏と言います。武宏アンダーバー森田という名前でツイッターやっております。ありがたいことにですね、4500フォロワー超えてきてるので、もっともっとフォロワー増やして、みんなと仲良くしていきたいなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、で、昨日 V シネマを取り終えてクランクアップしてきました。はい、で一応ですね、それで1月の8日ですね、2019年の1月8日から発売が開始されるので、もう今予約の段階で、ね、Amazon とかいろんなところでも受けたりとかするので、そちらの方でですね、予約していただいて、ぜひご購入いただければと思います。見たくないかもしれないけど、僕の濡れ場もあります、実はね。よろしくお願いします。はい、ね、結構ね、セクシーなシーンとか、縦のシーンとかもあったりして、僕ね、右手バキバキです、今、縦やって、はい、はい、バキバキなんですけど、そうですね、はい、ぜひね、ご検討いただければと思います、本当にね、やっとね、そういう風にね、出れるようになってきたので、皆さんね、見てくださいっていう感じですね、よろしくお願いいたします。はい、じゃ
レッツサシって曲作っちゃいましょうよ。ありがとうございます。ということですね、こちらでのヤフーショッピングライブの方終わりになります。クルーズ TV の方やってますのでね、そちらの方ね、この後もご覧になってください。よろしくお願いします。では、ヤフーショッピングの皆さん、バイバイ。ありがとうございます。はい、戻ってきました。グルーズビーということでね、大物ゲストの方でやってます。今日はですね、皆さんね、はい、楽しんでもらってるでしょうか。よろしくお願いいたしますね。ちょっとコメントの方をね、紹介していこうと思います。ごめんね、僕の携帯壊れちゃった。はい、読んでもらっていいですか。そうですね。自分のも読むんだよ、恥ずかしがらずに。私はいいんです。はい。ですね。あ、ね、はい。あ、さっきの牛の皮の話から、はいはい、うん、牛お腹減ったってコメント。まあそうね、まあいいですね。この後ね、ぜひ本当に焼肉に行っていただければと思いますのでね、よろしくお願いいたします、ね、はい、牛食べたいですね。牛食べたいね。そうですね、はい、なければ豚でもいいですか。いいです、大丈夫ですか。この子すげえ食いますよ。いや、あのさ、ほらね、はいね。あ、よく見たらマリコさんもいたって来てますね。ね、誰にも持ちやすいファッションブランド竹広森。それがやめましょう。最近ね、これまた説明しなきゃいけなくなっちゃうから、違うんですよ。ね、商品の紹介をさっきみたいにしてたんですけど、その時に僕ね、肌触りがいいとか、着やすいとか言いたかったんですけど、それを間違えて持ちやすいって言っちゃったんですよ。それで、なんか持ちやすいってなった。なんでそっから皆さんから言われて、はいね、ごめんなさいね、説明が出ちゃってね。そう、出現が出ちゃってね、そうですね。持ちやすいは大事ですよ。そうですね。暑くなったら持ったりしなきゃいけない。そうですね。さすがですね。さすがですね。ありがとうございます。はい。ですね、宮部さん来て、宮部さん来ても可愛いってさっきのやつかな。あ、ジャケットですかね。そうですね。ありがとうございます。嬉しい、ね、はいね。あとはですね、たくん食われると思います。はい、食われてます。ガリゴリゴリ食われてますね。はいね。ロビン来てますね。そうなんですよ、ロビンね。あやのいるんだから。食われなかった場合は募集に一緒に行きますか。怖えな。はいね、あ、ターくん来てますね。みやみちゃん来てますね。多分ね、ショールームで多分ね、やってる人たちだと思います。みやみちゃんもね、はい、ありがとうございます。ね、森田さん長いっすって来てますね。いやいや、俺が長いんじゃねえからな。言っとくぞ。はい、で、またねって来てますね。はいね、お帰りなのかな、あやのがね。はい、ライブ楽しみです。コントも豪華で楽しみですって来てますね。はい、いろいろやりますから、なんかねベタなやつね、暴走コントとかそういうのやつ。ああ、なるほどですね。お昼頃で何時ぐらいまでやられてるんですか。あれ、2時ぐらいまでしたっけ。そうですね、2時ぐらいまでやるね。それこそこのメンバーだったら、最近ね、よくやってる演芸グランドスラムとか出れそうな感じはしますけどね。確かに。そう、番組ね。はい、ね。だからやっちゃいます。はい。で、皆さんに追跡されたいですよ。さっきですね。しつこいですよ。ずっとだ。いろんなものも売りつけちゃいますから。そこまで言うんですか。脱いだら票を入れなきゃいけない。大変な目にありますから。はい、よろしくお願いいたしますね。追跡されてください。よろしくお願いします。はい、ではですね、ここからですね、ちょっとね、せっかくね、ランスイさんが来てるのでね、ご覧ください。ご覧ください。もうこれで確定しましたよ。この30分間は占いなので、今夜さんはもう、今夜さんはもう喋れない人になります。はい、よろしくお願いします。はい、はい、どうですね、今日はですね、ちょっとね、僕前回してもらったんですけど、今日はですね、アシスタントのみやびちゃんと、あと清水さん、おー、ちょっと占ってもらおうと思います。みやびちゃん、こんなにリアクションしちゃった。かわいい。かわいいね。はい、ね、じゃあ清水さんをちょっとおとりにさせてもらって、ちょっとみやびちゃんの方をね、さあね、ちょっと番組始まる前にね、そのデータの方をね、やってもらってですね、はい、やったんですけども、はい、ちょっと私の占いね、どういう占いかっていうのをちょっとだけ、はい、はい、簡単に説明させていただきます。はい、はい、七柱数命という占いなんですけれども、これ中国から来てまして、生年月日で見るんですね。で、
の自然界にあるものにみんながこう分類されているっていうので、宇宙にあるものすべては自然界の、そう、宇宙ですね、あるものすべてのすべてのものは何かに属されている。だから木の人、ここで書いてあるんですけれども、はい、木の人、火の人、土の人、金の人、水の人の分類に、僕は確か木だったんですよね。そうですね、木のプラス、昔多分細木かずこさん先生とかいらしたと思うんですけれども、この方もそうです。はい、ちょっと似てるんですよね。はい、はい、ちょっと似てるんですけれども、はい、で、生年月日を先ほど聞きましたので、本当はですね、こういった鑑定書とかを出せるんですけれども、すごい、これ見ると一層のことが分かってしまうという。生年月日の、はい、ごまかしてる後のちゃんとしたやつです。あ、そうですね、ちゃんと生年月日、本当にちゃんと言っていただかないと全然全く違った、ね、鑑定が出てしまう。そっちが分かってくる。ちょっと絵的に気になったんですけど、はい、いいですか、はい、ごめんなさい、飲み屋じゃないですけど、ちょっと後ろさんにね、ライバルになってます。ちょっとやらないですけど、小屋さんのですね、顔がうっすらですね、油じみってて、気持ち悪いです。はい、いや、ちょっと今もね、顔から背脂で、それでですね、何を鑑定するかちょっとわからなかったので、その鑑定書は今日持ってきてないんですが、それちょっと見てみました。まずはミルちゃんですね。ミルちゃんは何の人かっていうと木の人ですね。木、一緒ですね。はい、木の分類なんですけれども、木でもプラスとマイナスがあって、マイナスの人なんですね。木のプラスの人は大木なんです。だから本当に木なんですけど、僕がそっちでしたね。はい、そうです。で、マイナスの人は花なんですね。いやー、かわいい。私はランスでした。私は花なんですね。花。で、花の人っていうのは花柄の洋服とか花柄を身につけると。知ってるんですけど、あのね、結構ね、なんだろう、ちゃんと言わなきゃいけないところは言う人だよね。あ、言いますね。そうね、そうそう、そこはね、ちゃんと言うときは言う、そう、ズバッと言っちゃうんですね。はい、それは大事よ。はい、ね、貝殻の両方ね、かかるでしょ。痴漢の方もね、捕まえたんですよ。それ以上は言わせんとかね。正義が強い。だから人気運があるんですね、まあね、お金、はいはい、いろんなところにあの
ちょこちょこ結構顔出すタイプの人なので、現在の人たちって、あと、はい、違います、カメラこそじゃないですよ、反応するか、調子に反応するか、ちょっと後ろの赤ちょうちの人たち、ちょっと黙ってもらっていいですか、黙って引っ張られちゃって、しまないです。あと、カントシっていう、正観っていうプライド、ね、はい、エリートの星っていうのを持ってるんですけれども、あと行動力の逆も変換っていう裏星っていうんですけれども、それを持ってる人って、まあ本当動くんですよ、ちょこ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 、あっち行ったりこっち行ったり、 そうですね、でその偏在と変換を持ってる人ってとにかく行動力がすごいんですね。生まれというか、はみ合いか、すごいね、みんなでよくうろちょろしてるよね。だって今日もね、ジム行ってきたんですもんね。Yeah!
急にセーラームーンでびっくりした。月の方なので、夜がすごく運勢良くなる。夜が良くなる。長谷さん、なんか言いたいですか？今ね、言いたそうな顔してたからね。マーベラス星っていうのは、マーベラス星っていうグループ。そうそう、マーベラス星は月の方なんですよ。そうですね。今決めたんですよ。よかったじゃん。
るちゃんから。はい、そしてその日は各々のソロ曲とともに5本のコントもやっちゃいますよ。いやー楽しみー。私たちのコントが見れるのは10月27日赤坂天竺だけよ。昨日もね、市民ホールでね、そう練習したのよね。そうよ、すっごく楽しいからみんな来てねチェックしていただいてという形で、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ今夜さん行こうかな。はい、はい、あの本物はもっともっといいみたいなんでね。そうなんですよ、はい、ね、はい、演歌歌謡を歌っております今夜和美と申します。11月8日ですね、日本司会協会さんの方で、出演いたします。皆さんよろしくお願いします。一応また来週も出るので、来週は来週の告知をします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。小林さんまた来るんですか。嘘です、嘘です。見合っちゃったから。めっちゃ来るさ。はい、じゃあラスさん。はい、十数名の占い師をしてます。鑑定士をしてるランスイです。ですね、ランスイっていう名前はですね、ネットで検索していただくと出てくるので、まあ、ツイッターもランスでやってます。あとはね、ツイッターとあとインスタですね、インスタもやってます。で、占いは、まあ、個別に受け付けて先ほどのような占いをしておりますので、また連絡ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、一応プロデューサーの方にね、はい、ありますよね。はい、はい、ここですか。はい、はい、ね、お話しさせていただきます。はい、焦ってゴムをつけたら逆、間違いない。はい、ね、これ この告知の時にちょっとネタをやってもらおうと僕は思ってたんで、はい、で、プロデューサーのその告知が終わった後にちょっとネタの方をね、やっていこうと思います。まあ、告知はですね、多分ちょっとステージ2ぐらいのね、ガンです。はい、怖い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 、マーベラス・フォーさんのことを言ってあげてくださいね。はい、マーベラス・フォーさんはとにかく、今回出てですね、CD の方を売るとそれぞれに1枚売ったごとに500円キャッシュバックがあるということで、はい、あ、セーバック、ね、相当でございます。いろいろとプロデュースもされてるんですよ。そうですね、はい、高島屋のビルビューっていうのと、マンモス楽器っていうのと、あとチェリーボーイズっていうのがございます。チェリーボーイズってのは、その通りみんな新生童貞でございます。で、童貞卒業しちゃった場合はそのグループも卒業するという、あー、なるほどですね。はい、していただいております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ネタの方をやってもらおうと思います。皆さん、皆さん、お待たせいたしました。ネタの方やっております。いきますよ。はい、3、2、1、9。バイト中急に泣き出す女はそこの店長と付き合っている間違いない。ね、イエーイ。
僕は地味なんですね。エンタ世代なんでね、はい、もう本当に大好きなんですけどね。キャバクラの店長は現金200万円以上あると持ち逃げする。よくあるお話ですね。よくあるお話ですね。コントローラーの B ボタンが戻りません。ヒロシです。それ違います。ありがとうございます。ヒロシさんに怒られます。コント火災報知器。牛くん、なんかちょっと煙が出てるんだよね。本当ちょっと見てくれよ。なんか煙でよく。だからそれが火事。はい、パペットパペット。やると思います。絶対やると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、ニュースへ行こう。一番多分クルージ TV 何度か出演させていただきました。それぐらいですかね。はい、一番笑いました、釘松みやみです。はい、ありがとうございました。私さんと MC 3回目ぐらいですね。そうですね、3回目まだちょっとまだ噛んでしまいますが、これからも頑張ります。明日、秋葉原のフレッシュセッション撮影会で、出演するので、よかったら秋葉原に遊びに来てください。そして土曜日、ちょっとね、マーベルスフォーさんのリリースと被ってしまうんですが、土曜日は個人撮影会フレッシュ、フレッシュさんであるので、ぜひぜひ。あと、2泊予約が空いてます。ぜひ待ってます。そして日曜日は、私が、いるタレントカフェ、エイトスタイルが、ハロウィンイベントがあるので、日曜日と、あと31日にハロウィンイベントが2回あります。私、悪魔、小悪魔ちゃんで、多分出社すると思うので、よかったら3日間秋葉原にいます。秋葉原でお待ちしてます。その時ください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。そして最後、そうですね、クルージー見た僕からですね、クルージー見こんな感じでやってます。今日ね、大物ゲストの方が来ていただいて、ね、本当にね、ありがたい話なんですね。本当にこんな感じでね、楽しい感じでやってます。皆さんね、ぜひぜひね、ツイッターの方をフォローしていただいて、今日ね、誰が出るのかとかね、チェックしていただければと思います。で、今日ですね、結構観覧の方いらっしゃってるんですけども、観覧無料なので、皆さんね、に会えたりとかするので、ぜひぜひね、観覧無料で来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。こちらクルージー TV です。そして僕が、普段役者やってますね、森田武博と言います。武博アンダーバー森田で検索していただければ、ツイッターの方出てきますのでね、ぜひぜひ、フォローの方していただいて、僕と仲良くしていただければと思います。ありがたいことに4500フォロワー超えてきてるので、ね、皆さんもね、仲良くしてください。そして V シネも出るし、ドラマもやるし、いろいろやるよ。みんなね、楽しみにしててね、これから映像がね、いろいろ出てきますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、最後にコメントの方を読んで終わりにしようかな。持ってる、はい、コメント借りていいですか。すいません。あ、これですね。はい、はい、いっぱい来てます。お、読みましょう。ライブ楽しみです。わ、もう来てますね。ドキドキ見てます。嫌だよ。しかし今日は豪華ですが、このゲストでも無料観覧なのか、いかねば。できてますね。はい、このゲストでも無料観覧ですよ。はい、ね、いい匂いの、いい匂いの占いや、来てますね。先駆けは今日は無理ですね。今日は無理ですね。すみませんね。はい、佐久上げっていうのはね、僕の森田塾って言われてるコーナーのことですね。はい、そうですね。はい、みーちゃんの運命はいかに、来てますね。お花でした。お花でした。はいね。ジェキ君、そっちの花じゃないよ。大丈夫ですね。はい。誰が花低いんじゃん。はい、ね。占ってほしいって言ってますね。はい。はい。検索してみてくださいね。当たってるよね、みたいな。ね、本当に。すごいです。ね、はい。花、メモ。ジェキ君ですね。メモ。はい。女優になりたくてピンクの電話なぜだって来てますね。あら、そうですよ、私女優になりたくて東京に出てきたんですよ。です、ね、大阪なんですよ。あ、そうですね。はい、それは、はい、調べました。はい、はい、ね、よく本当にテレビで見てたので、僕も関西の方っていうか、まあ、西の方なので。あら、どちらなんですか。はい、僕広島ですね。あらら、野球の強い。そうです。はい、今強くなりました。まあ、この間までね、もうね、今年もすごかったです。そうですね、本当に、なんていうんですかね、最近ですよ、強くなったの。ね、カープ女子が流行り始めてますね。はい、それまではね、もう5位、6位とかをずっと行き来してたんですけどね。あれ、広島いいとこでね、私今年行ったんですよ。はいはいはい、天玉のワールドカップ。あー、ありますね。圧勝の時なんですよ。
なんですよ。はい、そうなんですよ。見てきたんですけどね。はいはいはい、はい、そうそう、広島ね、結構ね、あの世界遺産2個あるし、みんなね、すごいね、宮島とね、そう、原爆ドームです。はいね、あの初めて行くと、そう、あのみんなブルーになるんですけど、はいね、まあまあそんな感じでね、いいとこですよ。牡蠣も美味しいし、食べたい、美味しいですよ。あのすごい美味しいですね。僕ちっちゃい頃から、あの何ですか、網焼きみたいなのをよくやってましたね。牡蠣焼いたら最高。そうですね。でも気をつけないとパーって跳ねるからね。そうですね。それもありますし、あと単純にお腹を壊すので、あのいっぱい食べ過ぎるとね、なのでそこは気をつけていただければと。まあでも広島の時は基本的に新鮮、新鮮なので大丈夫だとは思います。取り立てとかだったらね。あ、食べに行きたいです。はい、電話すれば大丈夫。あ、なんか醤油とかね、レモンとかこうやって 2,3 滴垂らして食べるだけでめっちゃ美味しいですね。はいね、はい、いやいや、これで森田さんいなかったら中井さんの独断場になっちゃうでしょ。はい、で、もうさすがですね、お手柔らかにって感じですね。はい、で、アディショナル突入しましょう。このメンバーですよ、ターキーのきますね。それはもうね、あの大貫さんに言ってください。はい、で、今夜さーって言ってきますね。はい、元気ですか？はい、アカペラ曲の紹介、楽しかった、面白かったですね。よかった、ありがとうございます。ヒロシが出たって言いますね、さっきの中からですね。はいね、はい、みやみちゃん、漢字も読めるようにしようねって言ってますね。はいね、漢字ドリル送ってください。はい、よろしくお願いしますね。はい、森田さん、今回はいい意味で疲れたんじゃない？いや、まあいい意味で疲れますね。はい、はい、タク本当は優しいよって言いますね。はい、優しいですよ、僕ね。もうタクやめなさい。はいね、でやっぱり、ね、女の子が応援すると男は張り切る図式ですよねって言ってますね。はい、そんな感じで、あのコメントの方を紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コメントの方ね、ありがとうございます。そしてですね、終わりの時間がもう早々になってしまったのでね、こちらでね、終わりの方にしていこうと思います。はい、どうですか、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？楽しかったです。はい、ありがとうございます。言い方をちょっと勉強します。はい、ちょっとね、わかりました。じゃあ、ね、またぜひ、ね、遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますね。みやみちゃんもね、また来ていただければと思います。はい、私、今度11月の8日に、そうですね、ま、8日でしたよね。そうです、8日ですね。来ますので、ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。はい、告知。はい、ちゃっかりね、ちゃっかりね。はい、まあ、次回の放送はですね、今度は日曜日ですね。日曜日の7時から8時半でやってますね。ちょっと今超えちゃってるんですけど、まあ8時半からまあ9時ぐらいって思っていただければね、最近ね、そんな感じなので、はい、そんくらいでやってるのでね、ぜひぜひね、あの遊びに来ていただいて楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。で、同じ時間でやってますヤグショッピングの方もね、やってますので、ね、ぜひぜひそちらの方もチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、もう言い残したことないですか、皆さん大丈夫ですか？ホッピーがまだ来ないあ、頼んでたんですね。あれ、注文だったんですか？ぜひね、この後焼肉を食べに行ってホッピーを飲んでくださいね。よろしくお願いいたしますね。お肉で乾杯しましょう。はい、ということですね。はい、ということでね、本日のクルーズ TV こちらで終了とさせていただきます。では皆様、はい、また会いましょう。次回、さよなら。バイバイ。ありがとうございました。じゃあね、またね。バイ。